はい、カボス TV 牛耳です。今日の午後から作業です。今日も草刈りですけど、午前中はですね、ここうさぎ山のところの昔の墓石、今はただの石のところを切ったんですけど、その一段上の糊面、これをやっていこうと思います。ちょっと糊面先日切った時に足が結構だるかったので、今日サポーターパンツ履いたんですね。筋肉サポートするやつですね。でどうかなって検証したんですけど、あまり糊面からなくて検証ならなかったので、午後からですねこの糊面本格的にやるんで、ちょっと試したいと思います。今ずっと履きっぱなしなんですけど、気のせいかもしれんけど楽なような気がしますね。足の筋肉疲労がそんな気がします。気持ちの問題かもしれません。はい、ということで、またここのり面やっていこうと思います。で今日はですね、ナイロンコード、ヤマゼンのサメが使っています。 2.7mm、 これ昔アルプジョさんからいただいて、で使ったらすごく良くてですね、これまた私買い直したやつで、最近ちょっと使ってなかったんで、オレゴンとか前回使いましたし、今日はサメガの方を使っていこうと思います。まあオレゴンを使ってた時に、このサメガを使った時すごくいい感触で、よく切れた印象があります。ということで今日はサメガの方を使っていきます。でホルダーの方がガッツでやっていきます。でガッツね、ここにツルとか引っかかるんで絡まなかった。これ丸山製作所の絡まなかったなんですけど、ちょっと見にくいか、これつけました。でお昼ね、ちょっとお買い物に尾形のコメリ行ったんで、絡まなかった新品買おうかなと思ったら売り切れでしたね。人気があるんでしょうね。まあだからちょっとこれもう若干変形とかしてるんですけど、まあこれでやっていこうと思います。ということで、あ、その前にちょっとこれサメガの方を音ヒューヒュー音どうかやってみましょうか。これも結構音しますね。ヒューヒュー言いますね。これノコギリ形状のブレードですね。こういうやつは音が結構するんですかね。まあ音自体そんなには切れ味には関係ないんですけどね。絡まなかったが変形してるんで若干振動が出てるような感じですけど、まあこれでやっていきましょう。はい、今日変わるところはここですね。ここからずっと向こうまで回ってるんですよね。ずっと、はい、こっちまであります。まあ、どこまで行けるか分かりませんけど、もう結構ここ時間かかるんですよね毎年。はい、上上がってきました。ここをずっと上まで買って、こっちにずっと行きます。はい、それではやっていきましょう。今日も一日安全作業で頑張っていきましょう。サメがめっちゃ切れるけど、フェンスとかに行くと切れるってね、めっちゃ草はバリバリ切るけども、フェンスとかに触った
ったり障害物に触るとナイロンコードが切れます。うん、そんな印象やな。午前中はウルトラビート使ったんで結構大丈夫だったんですけど、そんなイメージかな。こっち側がね、まあ見事な吹きの群衆、うん、わあこーら見事やな。もったいない気もするけどね。はい、見事な吹きです。あのエミちゃんが吹きが欲しいって言ったことあるけど、もう切りましょう。もったいないけどね、立派な吹きなんやけどな。もう乳切ります。乳切る方言で、あの切るの最上級、乳切る。もうこれ乳切ろう、もうズタズタに切るみたいな。乳切る、吹きを乳切ります。エミちゃん今鳥食うていけよな。はい、じゃあやっていきましょう。吹きの汁がいっぱい飛んでくるわ。吹きの逆襲や。吹きを乳切ったら吹きの逆襲や。汁がやべえわ。でも立派な吹きなんやな。もったいないな。あれやな、またここ勝手に持ってって言ってもらえばな、ゆみちゃんな。
わあ、なんか吹き汁がすごいね。吹きちちきったら吹きの逆襲が、吹き汁がバーっとくるから。でもいい香りするよ、吹きの。あー、なんかちょっともったいない気がするけど、もうちち切りました。じゃあ続きやっていきましょう。お試しと思ってちょっとしか巻いてなかったね。もうナイロンコードがなくなりました。1メーターぐらいしか巻いてなかったんで、ちょっと消耗は激しい感じがしますね。ウルトラビートに比べたらなんか消耗は激しいですね。巻き直しました。それでは続きをやっていきましょう。切れたので復旧しました。もう切れると嫌やね。もう切れるといかんわ。 あとちょっとちゅうとこで切れて、なんかがっかりやな。切れるって、あの草が切れるんじゃなくてナイロンコードが切れるんやな。もうあと少し行きましょう。よいしょ。
いや、ここはね結構厳しい。はい、向こうの乗り面がねとんでもないやな。もう去年1年からんかったんやけど、ずっとそのまま放置してるんで、とんでもないことやってなってるんで、あそこにウサギが隠れそうやな。やるかやるまいか今考えてます。ちょっと見てみましょう。はい、ここが今ずっと買ったところですね。で、この奥ですね。ここがねひどいんですよ。この向こうにフェンスがあるんで、もう歩く足場がなくて、おととしかな、一回だけちょっと買ったんですけど、大雑把にしか枯れなくて、きついだろうな。やるかやるまいか考えてます。でもウサギが潜んでそうですよね。はい、あとここですね。ここがウサギ山の頂上です。ここの乗り面がまだ残ってるんで、まあ、ここもやっていきましょう。はい、午後からの作業終わりました。今日はね、吹きの群衆を乳切りました。吹きの群衆乳切ったら吹きの逆襲に遭いました。吹き汁がビャンビャン来て、もう顔中飛んできました。結構進みましたね。さっき見たところがちょっと残ってるんで、今季やるかやるまいかちょっと悩むところなんですけど、冬場にするか今のうちやっとくかなんですけど、悩むな。ここね、カンネカズラがブワーってなるんで、今のうちやっとけば楽っちゃ楽なんですけどね。今日もウサギ山の草刈りでした。ナイロンコードサメガですけど、まあ、私個人の感想は、もう何もなければめっちゃ切れる。よう切る、バリバリ切る。ノコブレードなんでエンジン回転数結構取られるんで、あの小さい排気量の草刈り機だとちょっと負けると思います。ある程度馬力のあるやつを使った方がいいと思います。で、あと障害物、フェンスとかなんかいろいろ引っかかるものがあると、消耗が激しくて切れてしまいます。ナイロンコード本体が切れてしまいます。あとですね、サポーターパンツ、効いてるか効いてないかどうなんでしょうね。でもね、なんか気持ちのせいかもしれんけど、足が今までよりはこう足の筋肉の疲労がないような気がします。はい、気がします。履いてるからそんな気がするだけかもしれんけど、まあでも気分的にそういう気分になればいいですよね。はい、ということで最後まで本当にお付き合いありがとうございました。じゃあ今日はこれで草刈り終了したいと思います。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。